上戦争から2年世界情勢は大きく変化していた海軍本部元帥戦国が職を辞し新たに赤犬が元帥に就任それに先立ち赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去ったまた白ひげの死により空席となった四皇の一席には白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり 日に日に勢力を増しているかつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは今や最悪の世代と恐れられすでに新世界で名を上げているものもある一方頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味はルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいたルフィ自身も レイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で、一味は再会の時を迎えようとしていた。